はい。これって回ってる。はい、よろしくお願いします。この画角だとなんか見切れてる気がするけど。あ、まあいいんじゃない？はい。いいのか。はい。え、入ってるよ、はい、あ、入ってますよ、うん、あ、じゃあ2人とも入ってる。そっか、こっち側がこれが見切れてるんだ、はい、こっち、うん、スクエアこっちは入ってる、はい、はい、こんばんは、MC の土屋圭一です。土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソフィア。この番組は私土屋圭一が東京 MX テレビ放送中のテリー土屋の車の話、この裏話ですとかね、さまざまなゲストを招いて車に関わるあれこれをトークしていく番組です。テリー土屋の車の話の公式 YouTube でもこのラジオ番組の収録の模様を放送してますので、ね、ぜひそちらも皆さんチェックしていただきたいなと思います。そして先週から引き続き、まあほぼレギュラーですけれどもね、音響監督の美馬正文さん、はい、美馬ちゃん、はい、そしてこれは豪華だよ、みまちゃん。はい。もうご用意いたしました。めちゃ豪華な人連れてきたね。はい。ね、さくらあやねさんに来ていただいてます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、さくらあやねです。はい。さくちゃんすごいよね。だけどね、経歴が。いや。すごいですか？経歴がすごいよ、さくちゃんの。初めて言われました。まあ今はさ、はい、その MF ゴーストでしょ？あ、そうですね。ヒロインね。ヒロイン、サヨンジで。レンちゃん。ね。レンちゃん。レンちゃん。レンちゃん演じてます、さくちゃんです。レンちゃん。うちのドライバーにもレンちゃんいますけどもね。はいはいはい。レンちゃんなんかいいですよ。そっちのレンちゃん飛びましたか。うちのレンちゃんもいいですよ。そうですよ。どうですか、 MF ゴーストのレンちゃん役は。先週オンエアしたのシーズン、セカンドシーズンはもう撮り終えてまして、はい、そうですね、はい、かなりあのファーストから間を空けずに収録ができたので、はい、うん、こう地続きの感情のまま、うん、勢いのまま収録ができたので、うんうん、皆さん的にはちょっと時間が空いてるかもしれないんですけど、またあのファーストシーズンの時期に皆さんを、うん、引き戻せるようなお芝居ができているかなと思います、うん、だから現場で難しい難しい電話難しいですってずっとこう、うん、どこら辺からあこれでいいのかなって思い始めたんですか、さくら。最初どこが難しかったんですか、うん、最初原作を読んだ時に、うん、ちょっと同性から見てミステリアスな印象がなぜかあったんですよ、うんうんうん、ちょっと何考えてるかわからない、うん、恋に恋するでもちょっと不器用だけど、うん、気の強い、うん、なんかちょっと不思議な捉えどころなんかないかもと思って、うん、こう彼女の芯がどこにあるのかが全然わからなくて、うん、それであの美輪さんからオーディションの話もらった時に、うん、なんか私じゃない気がするんですこのキャラクターってそんなこと言うオーディションありますなんか自信ないです、うん、すごいんですよ。美馬ちゃんはなんでさくちゃんがいいと思ったの？ヒロアカがその前から始まってたんで、僕のヒーローアカデミアっていうアニメのお茶子っていうのが出てて、芯、うん、が強いっていう、芯、うん、が強い頃こう頑固な部分もあるんで、うん、自分が描いたものを譲らないっていうところの芯の強さがあったんで、うん、これはさくらさんで一回聞いてみたいなと思って呼んだら、うん、自信がないじゃなくて私じゃないような気がしますって言われて、あれを、それはって初めてそんなことを 僕にね、そうですね、言ってきたんでびっくりしました。そう、結構いつもあぜひあの、うん、挑戦したいですって言うんですけど、うん、なんか私あんまり人生で恋愛に軸を置いたことがなくて、どういうことあの結構蓮はね、あの名前も恋って書いて蓮なんですよ。そうか、そう、うん、で作品の中でもその主人公のカナタと、うん、あの恋愛に関しての軸で、うん、あの進んでいく。そうかそうか、うん、うん、え、何が引っかかったの作者には恋愛苦手って感じ。はい。あ、そう。なんか恋に恋する気持ちはわかるけど、うん、なんか違うなと。そんなキュン、日々何かにときめいたりキュンキュンしたりみたいな、どっちかっていうと芝居に対してゴリゴリムキムキみたいな感じの生き方をしてきてしまったので、そうそう、そっちに興味を持たないでずっと来たんだけど ね、それが急に題材で恋愛のことだったから難しかったんだ、はい、難しかった。なるほど。はあ、だけどさ、
なんかサクちゃんっていうとさ、もうメンバーちゃんからしか聞いてないんだけど、はい、音響監督ほら声優いっぱい知ってるじゃない、はい、その中でもサクちゃんの経歴はすごいんだよって始まったわけよ、うん、そうですかね、武道館、はい、武道館ね、いやいや、はい、東京03さんのねコントで ね、 そうですね、初舞台ですよ、うん、さくらやね、初舞台が武道館で東京03で、うん、満員のお客さんの中で堂々と、うん、あのねこの人の心臓すごいんだなと思いました。断るごとにこの話題を持ち出して褒めてくれる。いやいや、いいじゃん。褒めるどころか脅威です。いやいやいや。怪獣ですね、本当に。だけどさ、先週ね、三木真一郎さんに来ていただいたの。で、三木ちゃん曰く、美馬さんは怖いんですって言ってたんだけど。ああ。で、さくちゃんから見て美馬監督はどうなんですか。え、そこ聞くんですか。そりゃそうでしょ。なんか怖いという、怖いという噂はというか、うるさいって言ってた。うるさい。いや、怖いとうるさい。ちょっと千葉さん、全然違いますよ。うるさいです。うるさい。多分、でもそのうるさいっていうのが、ギャーギャー言う方、ね、ギャーギャー言ってる方じゃなくて、うん、こだわり。こだわり、うん、細かい、うん。あの、きめ細やか。うん、つまり、めんどくさいってこと。いや、そんなことないですよ。うん、私は、むしろ、なんかその、何も言われない方が、静かにされる方が、うん不安だし、合ってるのかなってなるので、うん、で、結構あの、子供、女性、男性、老若男女、うん、容赦なく、という感じなので。言葉のチョイス。容赦なくっていうの。容赦ないじゃないですか。あんま容赦ないですね。そのさ、はい、美馬正文と桜あやねの、はい、その、いつから知り合ったの？あ、私がそもそも一方的に、うんあの声優の勉強を的にそうし始めた時に、うん、アニメを中学生ですね、うんうん、中学生の時に、うん、ボイストレーナーあ劇団にいたんですけど、うん、その時のボイストレーナーの先生に、うんまあ、声が特徴的に響きがあるから、うん、声の仕事が向いてるんじゃないって言われて、うんうん、劇団を辞めて声優養成所に入り直したんですけど、うんうん、その時にアニメを勉強して、うん、で父がすごく前のめりにじゃあ一緒に見ようって言って、うん、いっぱいあのレンタルショップで借りてきてくれて、うん見ていて、で、そこで、スタッフクレジットを見て、この人、うん、お父さんと名前が一緒だねって。まさふみ。はい。うち父親の名前もまさふみなんです。桜まさふみで。字も一緒なんです。字も一緒なんです。みやびにふみって珍しいですよね。いや、会ったことない。そうなの。別の字の人はね、秋川まさふみさんとかいらっしゃいますけど、うん、初めてこの字面まで一緒な人を見たって言って、うん、で、この人が関わってる作品全部面白いねって言って、うん、すごくいい音付けを、していてとてもベテランできっとお芝居に対しても、うん、意志のある方だから、うん、この人と一緒になれたらあやねはきっと一人前だねとかって言って話してたんですよ。なので私はお父さん聞いてますか。ありがとうございます。お父さんまさふみ頑張ってます。ね、で虎視眈々と私はずっと美馬さんの現場に入れるタイミングを狙っていて、でもオーディションもいないんですよ美馬さんって。たまに昔いなかったですよね、うん結構。なんでなんでオーディションだよ、まあ、スケジュールが合わなかった。そう忙しいんで、アフレコとか収録で忙しすぎて、うん、オーディションは現場になかなか来られなかったりとか、うん、全然お会いできる機会がなくって、うん、たまたまもともとキャスティングされていた作品がアニメ化するときに美馬さんに、うん、話してそうね ゲームがアニメ化したような作品で、はい、初めてさくらさん、はい、そうなんです。だけどその時に、うんお芝居うんぬんというよりもセリフがなんか宇宙から来た人、そう宇宙羊の役なんて言うんだっけ、うん、ピュルっていう語尾、うん、なんかピュルルなんとかピュルルって言ってて、うん、そこになんかこう、うん、なんか芝居漬けみたいなのがあって、うん、だけどやっぱりあここはこういう気持ちで今やってますかって、うん、こういう風にしてくださいって言ったらなんかね他の子たちと目が違うんですよ、うん、なんか目の向こうにこう炎がたぎってて、ああ、うん、なんとかこの空気感とこの仕事を全部全うするぞみたいなのがあって、うわちょっと怖えとか思って、そうだ私今でも忘れですけど怖いって最初に言ったの美馬さんですからね、はいはい、怖いって言われてる俺が怖いと思ったんですよ。ああそれぐらいなんかこう一つ一つの言葉を理解しようっていう気持ちがこっちにビンビン伝わってきてて、うん、下手なこと言えないっていうのが僕はさくらさんの第一印象です。なるほどね、それがじゃあ最初、最初です、最初です、はい、その時にじゃあ美馬ちゃんは、うん、あこの子使えるいや面白いって思ったんだ。面白いと思います。
で、その後に番組の打ち上げとか番組収録の後にみんなでご飯行った時に、初めてさくらさんが、うん、私のお父さんがこんなことを言って、うん、名前も一緒なんですよって言われて、うん、って、うん、はい、ちょっとびっくりした。あ、そう。はあ、だけど俺はそのもう二十何年前なんだけど、はい、そのイニシャル D のね、うん、車の音取りやってたの一緒に、はい、この親父うるせえ細けえね、何周も走らせるわけよね。そうですよね。そう、それまでさ、その音響を音取ってる人ってもう、あ、土屋が走ってるから OK ですって1、2週で OK なの。おー、この監督ね、もう一回言ってもらえますかと思って何なんだよこの親父と。もうさ、そのマイクをつけるところが、はい、いろんなところにも10カ所ぐらいマイクつけるわけよ、ピンマイクを、うんうんうん、もう一回同じことで同じスキー論出してくれ、うんうん、細けえこの親父って、もうそんなこと言う、ワイルドスピードでも言われたことないのに何なんだこの親父みたいな。いや本当に、あ、だからその時にね、初めてそのイニシャル D の仕事をした時に、あ、この人とだったらいい作品ができるなと思って、うん、ありがとうございます。そうなん、なんか謎のこだわりじゃなくって納得のいく、うんうん、そうそうそう、確かにこれあったらきっともっとクオリティが上がるなっていう指示が的確に飛んでくるので、うん、私は うるさいとは思わないです。細かいなとは思うけど、いやだってさ、俺らからするとホットバージョンだとか、はい、ベストモータリングとかいろんな撮影してるわけよ毎週、はい、そうですよ。だけどさ、この三馬監督がやったのって、うん、まあ、エンジン音は当たり前に撮るわけ、エンジンルームに入れて、はい、フェンダーのフロントフェンダーとリアフェンダーの内側にマイクを仕込んで、タイヤが巻き上げる砂のシャラシャラシャラの音が欲しいっていうの。細かい、細かいわけよ。いやだから、あのイニシャル D はあそこまで世界的にヒットしたんだなと思う。確か車好きの人もやっぱ聞いてて楽しいみたいな。楽しい楽しい。いやでもね、あれは今だから言いますけど、あの最初イニシャル D って CD ドラマから始まってるんですよ、うんうん、で CD ドラマのために、キャスティングって声にこだわったんですよね、うんうんうん、アニメだとほらキャラがもう目に見えるから、人ちょっと似てても絵が違うから、でも CD ドラマって耳なので、うん、でそれを作って、講談社さんに、ね、うんうん、納品したら、はい、ベストモータリングの方たちから、うん、音が違うって言われて、だから本当にベストモータリングの方にセッティングを全部教えてもらったんですよ、はい、こことこことここにマイクを入れたらって、うん、そうするとさらに欲が出るじゃないですか、はい、ベストモータリングよりも上に行きたいって言って、2D の時にそのフロントのこう巻き込みの音が欲しいとか、はいはい、でもう一回今の音をちょっと俺のうって音が入っちゃうと、もう土屋さんが、ね、振り回すわけ、あ、車を、ね、な俺今知ったんだけど、土屋さんが何回もやらしてるからこの野郎いじめてやろうと思ったかもしれないその時にうっとかうっていう声が入っちゃダメなの、うん、あ、一緒に乗ってるわけですか。そうそう、だから助手席で俺はこうやっててこうもこあの手あの手すりっていうの、そうそう、捕まってマイクをね、ハンドマイクをこう持って録音してるわけだ、車内の音を取りたいから。そう、今みたいにこんな小型化してないから、うん、本当にカラオケで歌うようなマイクを持って、うん、こう車に乗ってるわけよ。おお、で打って、あ、そう、打って言うと土屋さんがね似合ってする。だからもうね、土屋さんのね笑顔が怖くてね、俺はね私も一回で乗せていただいた時に、あ、そうか、もう乗ったよ。そうなんですよ、もうすごかったですね。あ、そうなんだ、声出ちゃいますね。いや、やっぱほらさくちゃんは、はい、やっぱ MF ゴーストやってんだから、うん、実写版に乗らないとダメでしょ。いやいや、MF ゴーストで一回も乗ってないし。乗らないで、乗らない。セブンだからね。そう。乗らない方ですから。でもね、なんかそういう、さくらさんと不思議な生態で、生態、うん、なんかこう、体感したいとか。あ、だから、土屋さんに乗せてもらうっていう異次元の体感を、はい、すごい楽しんだんだ。あ、だからなんかこれ、はい、暑いから触らない方がいいよって言われたら触っちゃうんですよね。そういうタイプ。それ俺も一緒なんですよ。ここ落とし穴があるから気をつけね、気をつけてねって言われると、うん、その落とし穴が深いか浅いかを落ちてみたいんですよ、俺。そうなんですよ。あ、そう、はい。そういうところが結構ちょっと共鳴してしまって、ちょっとやってみようかみたいなので、二人でいろいろ。さくちゃんも怖いもの好きだよね。はい、そうですね、何が怖いかを探ってますよね、うんうん、すうん、そうだよね、はい、へえ、そうね。音響監督っていうのはいつできたんですか、この世界で。いや、いつ、なんかそれまで聞いたことなかったですよ。そうなんですよ、70年ぐらいですかね、うん、ああ、
はい、日本にしかない職業ですね。そうなんですよ、ね、音響だから、先週もお話ししましたけど、海外に呼ばれないですよ。海外で音響監督っていないのでそうなの。先週ね、ミキさんとの話で、瀬田さんとかイニシャル D、海外に行くとイニシャル D でって言うんだけど、海外に行くあれがないので、向こうには対応する職業がないから、ないんですよ。そうですね、だからすごい珍しい職業なので、うん、なんとか広めていきたいですね。音響監督っていう仕事があるよ。だ、音響監督の賞もないんですよ。ないの？ないんですよ。いいじゃん、俺らしょっちゅう飲んでんだからまあまあ、でもまあ、たくさん賞はいただいてますけどね。焼酎っていうね。そうそうそう、芋焼酎。はい、芋焼酎。おじさん、おじさんすぎる。あ、すいませんおじさんらしくていいの、俺たちは、ね、いいですよね。そうですよね。そう、改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。 MA ゴーストは土屋さん、あれですよ、出演者たちをサーキットに連れてって体験させてるんですよ、はい、してもらってるんですよ。いいじゃない、そこにね、さくらさんも来てる。でもいいじゃない。私は役柄的には車を運転する役ではないんですけど、うん、ただやっぱあのレーサーの役者さんが、うん、はいはい、結構その体感する G を、うん、こう実際にね、うん、自分のこう肌で感じるために、うん、こんなにお腹に力入るんだとか、うん、体感がちゃんとしてないと持ってかれるみたいなのが、ちゃんとこう肌でわかるとお芝居にも結構影響してきますよね。さくちゃんは車を運転するの？私も運転します。日産のさくらじゃなくて？違うんですよ、実は YouTube でね、それ載ってますけど、うん、あの一緒に土屋さん、うん、土屋さんをあの隣に乗せて私が運転するっていう。そう、やった、やった、忘れてんじゃないですかその緊張感半端なかったです。いやでもうまいうまいって、いや普通に、ね、そう思ってらっしゃったよね。ありがたいですよ、うん、全然普通だったよ。でも運転が男性的って言われます ね、 そうだね。いや特にあれ電気自動車ですよね。そうそうそう、だからあれってあの普通の車にポンってくるとブッって出るから、うん、だからその荒々しさはそこからってことにしとこうとりあえずね。いや、それでそのサーキットにね、体感で行った時に、さくらさんも、講習を受けてサーキット走行って言って、うん、で、車がオートマじゃないとって言って、うん、まあマニュアルの車が多かったので、はい、じゃあ僕の3号でちょっと一周回ってきな。3号 GTR ニスモだよ。サーキット初走行で。うん、まあ講習受けてるかなと思って。うん、で、出てったら、なんか、甲高い音がずっと、回転数の高い音が、わーって言ってるんですよ。うん、あれ変速しねえな、あれと思ったら、多分、さくらさんが乗った時にハンドルのパドルを触ってしまった。で、一足で、ピットアウトして。一周。もう、ずっと甲高い音で。で、彼女なりに、ああ、こういうスーパーカーみたいな車はうるさいんだなと思って多分乗ってたんだと思うんですけど。スピード出ないじゃん。いや、だから、ギャン踏みしてました。ひどいでしょ。いや、もうリミッター当たってますよ、絶対。そうだよ。こんなもんか、当たる。で、俺がもう、見えてきたんで、大手を振ったら、手振ってるんですよ。そうだから、なんか、あ、美輪さんが手振ってくれて。手振って、止まれ止まれってやってたら、なんか手振られてると思って、繰り返してるんですよ。はい。大きな感じが。もう、本当です。俺、泣きながら手振ってました。これで終わったなと思って。びっくりしましたね。それぐらいね、本当に、言葉でいいですけど、ずぶとい方です。もうずぶといよね。もう本当に、すごいです。疑わないですから。いやー、凄惨な事件でした。凄惨な事件でした。それからはもう走ってないの？そうそう、レースも出てるんですよ。え？あ、そうなんですね。はい。エコカーカップって、富士スピードウェイでやってた。はい。おう、はい、それだから富士スピードウェア何回も走ってんだ。でもあのスピードを出せないじゃないですか、エコカー出しちゃいけないですよ。そうなんですよね、まあ、ある程度のスピードは出さなきゃいけないですけど、ね、燃費をね、燃費計算しなきゃいけない、うん、結構スピード好きなので、うん、いつかね、ちゃんと踏めるレース、ね、またやろうよ。そうなんですよ、だからちょっとさくちゃんトレーニング、テリー土屋の車の話でさ、あ、ぜひちょっとさくちゃんトレーニング、そんな贅沢ありますよ。もうその企画なんか俺いない気がするけどその音を取らせていただくって、あ、いいね、よろしいですかね。それいいじゃん、それいいじゃん、コースにね、フィードバックできる、うん、おー、いいですね、はい、ぜひ。いや、それは面白いと思うよ、ね、だってアニメファンとさ、さくちゃんファンはいっぱいいるわけだから。いや、でもやっぱり土屋さんの番組出たりして、その車の
がお好きな方で応援してくださる方も増えて、メンバーボーストもそうなんですけど、いいじゃん。その私のマネージャーがやってくれてるインスタアカウントが DM を開放してるんですけど、うん、そのダイレクトメッセージのところに、うん、車アイコンの方が、うん、あの結構メッセージくれるようになったりとか、分かりやすいね、分かりやすいですね、とっても嬉しいね、いやすごい、あ、影響力が大きいなって。いや、またこのセカンドシーズン、うん、ML ボーストのこれでもっとね上がってくれるといい。いや、今回のですね、セカンドシーズン、ごめんなさい、番組の、うん、いいですか、宣伝しちゃって。全然いいですよ。みまちゃんのあーだこーだ脳書きを聞いてみたいな。あーだこーだ脳書き。じゃあ、脳書き垂れますけど、はい、セカンドシーズンはですね、はい、今度は、雨のシーン。うん。これが大変で。あ、そう。はい。どういうのが大変なの？やっぱり、雨の音って撮らないじゃないですか。土屋さんの時もそうでしたけど。はいはい。だから、撮った音に雨の音を足しつつ、うん、でタイヤの、水を切る音を足しつつで、要は合成で作っていかなきゃいけないんですよ。それでですね、はい、でまたこの CG 監督だと思うんですけど、内田博樹さんっていう方がいらっしゃって、はい、この方がこだわりにこだわってるから、どんどん CG がバージョンアップしていっちゃうんですよ、うん、ほう。だから最初につけた音じゃない絵に変わっていっちゃうんですよ、うん、で音をつけると、その音をこの方が聞いてるかどうか分かりません、スタッフが、うん、もっと膨らましてもっと派手になってるんですよ。だから何回やり直したことか、うん、雨の音が、いや雨の音がもう全部ですよ。あ、全部ドラマの全部を何回もやり直して、うん、最終的にできたのが今オンエアされてる作品なんですよ。あ、そう、はい、もうね、今回のスタッフはねすごいです。この恩田さんというキャラクターデザインの方も、うん、さくらさんたちのセリフを聞いて表情とかを全部直して書いてくださってるんです。嬉しい。あ、そう、はい。本当は通常はね、アニメって出来上がったものにさくらさんたちの声が出るんですけど、うん、もう逆言ってて、声を聞いて、あ、こういう表情に直そうとかにこだわってくださってて、あ、そう、はい、ちょっとね、そこら辺はね、スタッフの熱量をイニシャル D から脈、もうイニシャル D に負けられないとか、うん、イニシャル D を見てきたファンを絶望させたくないっていう気持ちがひしひしと伝わってきて、うん、こっちも答えなきゃと思うから何回もこう やり直しをして作り上げてます、はい。ぜひ、さくちゃんって NG 出したことないの？ね、NG ばっかりですよね。もう。はい。え、何が気に入らないの？言い方。じゃあさ、聞いてください。よいよい。このページからこのページまで全部リテイクとかあるんですよ。もう一回全部やり直そうかとかある。なんなの、その嫌がらせは。いやいや、流れですから、土屋さん。今、ここからコツコツでも、ラジオの方わかんないけど、2ページ、3ページを一気に。はい、一行だけ取り直すって難しいんですよ。で、特に桜さんの場合って気持ちで盛り上がっていくので、うん、だそこだけ抜くと変わっちゃうんですよ。うん、音色も変わっちゃうし、気持ちも変わっちゃうんで。それどうなの、桜ちゃんは聞いた時、カチーみたいな。いや、やっぱりその一部分だけじゃないところが、やっぱり読まれてるなというか、私の特性を分かった上で、あ、多分、その一連でやり直した方が、うん、こいつはもっといいものが出るって理解されてるなと思って悪しいです、まあ、悪くしたくて取り直してるんじゃないですよ。よくしたくて取り直してるんで、まあ、美馬ちゃんからするとさくらあやねはもっといけるっていう、あ、それはあります。まあ、さくらさんに限ったことじゃないですけど、うん、何回も取るっていうのはダメだから取るんじゃなくて、うんうん、もっといいんじゃない。だから逆にはこっち苦しいのは、うん、今よりももう一回やったら今よりももっと良くなるんじゃない、うん、もう一個良くなるんじゃないって言うとね、時間がなくなっちゃうんですよ。はいはいはい。なんか、でもさっきよりすごいわ、もう一回もう一回ってなると、うん、本当に永遠に行っちゃうっていう判断の、あ、ここがちょうど頂上だなんだなっていうのは、すごく難しいです。うん、じゃあ、その時のさくちゃんは、はい、いろいろこう、じゃあ、声質とか変えていくの？そうです、基本は気持ちの変化ですかね、うん、自分で持ってきた、うん、考えてきたお芝居を、うん、その庭さんの指示通りに、うんうん、しっかり気持ちこうスイッチ入れて変えていって、うん、だから結構その読んで予習してくる人が多いんですよ、うん、声に出して、うん、自分のお芝居を固めて現場に来る方多いんですけど、私はもう現場に行くまでに一回も声に出さないんですよ。で、美馬さんの、美馬さんの指示に臨機応変に変えられるように、自分の中で正解を作ってしまうと、変えられなくなっちゃうので、もうそこは、自分の感覚よりも人の感覚の方が大事だから、はい、私たちはあくまで雇われてるっていうところもありますね。まあそうだけどね。はい。普通みんな台本読むよね。でもその、
なんか自分の芝居が正しいんだっていうプライドってマジでいらないので、はい、そこ捨てられるようにしてます。普通のトークって、石田さんとかとこう食事をしてるとき、練習してこないじゃないですか、喋り。まあそうだよね。今日美馬ちゃんと喋るから、喋りの練習しようとか、こういうことを喋ろうやらないじゃないですか、それですよ。あまりに練習してきちゃうと、用意してきたものを喋るって、そっか、楽しくない気がしてて。上っ面なんだよね。そうなんですよ。だからなるべく聞いたもので、アドリブで返しちゃってもいいぐらいなので、それぐらいの気持ちでキャッチボールやりましょうっていうのが、ちょっと僕、いい加減かもしれないですけど、それが僕楽しいと思ってるんですね。いや、だけど、美馬雅史も桜彩音もすごいね。いや、すごいわ、本当に。いやいやいや。はぁ、なるほどね。面白いですね。面白いよね。だって声で勝負してんだもんね。そうですね。で、その声を収録してどれが一番いいかを選ぶのが美馬さんだもんね。そうですよね。私たちは現場終わったらもうあとはお任せって感じなので、そこからの工程って実はあまり知らないんですけど。ね、だから本人たちからすると、あ、テイク2使ったんだとか、あ、テスト使ったんだっていうのがわかるから。それまたすごいですよ。あそこテスト使ったんですねとかって言われることもあるんで、はそこまでちゃんと感じて聞いて覚えてんだね、覚えてる時もありますし、あとなんか集中しすぎて記憶が飛んでる時もあります。そんな時あるの？あ、あります。もうクラクラで、この間収録したヒロアカとかも何も覚えてないです。やばい回でした。酸欠状態で、入っちゃうんだ。はい、先月応援したばっかりですけど。そうです、はあ、いや、土屋さんだって今だって僕何喋ってるか分かりませんよ。そんなに緊張してる美馬さんは初めてです。そうですよね。あ、そう、いつも現場でブイブイ言わせてる美馬さんが、ブイブイって言葉が悪い。あ、グイグイしてる。グイグイもおかしい。美馬さんがこんな土屋さんにドキドキしてるのすごい新鮮で、弱みを握った気分です。酒飲んでる時なんかベラベラ喋る。いや楽しいですよね。芋焼酎、美馬雅史。銘柄？リングネームみたいになっちゃって。まあだけど本当なんかさ、その音響監督と声優さんの関係っていうのは、なんかすごいところに行ってるよね。そのゾーンが。確かに。だって声だけで勝負する人と、クライアントに対してどの声を売るかって売り込む、その声をさ、何パターンも取って、振り込むわけじゃない、クライアントに。すごい勝負をしてるよね。ミキちゃんも言ってたじゃん。ミキちゃん飲んだ時に言うんだけど、美馬さんから声がかかったら一流だって言ってたよ。おお、声優として、美馬雅史から声がかかったら一流なんですよって言ってた。でも、そこがゴールになっちゃいけないんですよ。ああ、そっか。はい。そうなんです。その、さらにその先へ私たちは行かないといけないので、あ、なるほどね、はい、声かけてもらったじゃダメなんですよね。そこがまた難しいなって思います。もう時間です。いやいや、次は俺今喋ろうとしてたんですけど。お客さん、時間ですよ。なんだよ、そんなになっちゃったんだ。もう俺早く帰りたいけど、こらこら。ということで、はい、ね、桜彩音さんいかがだったでしょうか、はい、いや、もういっぱいね、お話できて楽しかったです。いや、今日だって桜さんなんか今日土屋さんがラジオをね、またっていうんで、あ、そうなんですよ、忘れてた。手土産忘れてた。喋りすぎて、手土産、手土産持ってきて。いや、もう秋のね、簡単なお菓子と、あとなんか結構外で撮影したりとか受けされること多いかなと思って。桜さん、マイク大丈夫で、発声がちゃんとしてるんで。さすがです。どこからでも私マイク入ります。さすがです。あの、ハンドジェル的な、ちょっといい香りのするもの。それは、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。エンディングで渡すものじゃないですか。そうだよね。だってもう始まったらずっと喋ってくれる。俺はないですか、俺には。あの、芝居、いい芝居をまた現場で届けます。はい、ちーさんどうぞ。ということで、さくらさん来ていただきましたけど、改めてね、MF ゴーストで東京 MX では日曜日の深夜24時から放送です。よろしくお願いします。お願いします。来週のゲストも豪華ですよ。誰だ。美馬ちゃんに、はい、ね、負けないくらい車好きな声優。え、誰誰誰誰。ミキさんじゃなくて。違うんだよ。誰だろう。波川さん。ああ、波川さん。波川大輔さんです。はい、そうですか。美馬さん。はい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 。波川さんに何か。いやいや、ないですよ。何か。いや、楽しみですね。今度はね、テレビ番組も出ていただきたいですね。あ、
ぜひ、はい、ね、もっと土屋さんのお話も聞きたかったので、またこのラジオも呼んでください。わかりました。いいですね、はい、いいですね。なんとね、なんとかします、ね、お願いします、はい。東京 FM から土屋圭一がお届けしてまいりました、土屋圭一の車の話、サポーテッドバイプレソフィア、この辺で終了したいと思います。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。東京 FM から始まりました土屋圭一の車の話、金曜日夜8時です。ご覧ください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 。お願いします。お願いします。車のことならアヘ、ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド、改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。